相変わらずのお付き合いを願います。近頃は本当にこの金と暇さえあればどこに行って遊ぼうと思っても遊ぶに不自由はしないという誠に結構な世の中でございますが、しかしどうも昔と比べると一つどうしても足りないなんてことをよく言われますな。それはまあそうでしょう。昔はもう若いもんが集まってちょいと行こうじゃねえか、遊びに行こう、当たり前よなんて言うと、もうみんな行くところは決まってるんで、大概はもうあのなんですな、浅草の方ですな、観音様から少し裏手の方へ、ブラブラと行くってえとこの吉野原という、なかなかいい原っぱなんだそうですな、あそこは。ああいうものがもうすっかりなくなりまして、もうどのぐらい経つんですか、もうだいぶ経ちます。なんか昨日のように思ってたらもう随分昔で、どうかするってえともう20年ぐらい経ちますと、今更もうああいうものが欲しいなんて人もいなくなってきたですな。と私なんぞああいうものを復活しろなんてその後はよく言ったんですけども、近頃復活しろなんつってこう右の拳をうわっと上げようと思ってと、周りにあんまりそういう人がいませんから、特に若い人はもうそんなところへ行かなくたってこっちにはちゃんと逃げ道があるってんで、もうやたら逃げ道だらけですから、しかしあの当時あれがなくなった途端にもう若い話家に与えたショックというのはもう大変だったものらしいですな。あれから数段芸が落ちた、もうそれが落ちっぱなしで未だに浮かび上がれないなんていうのが中にいるてんですから、これは大変なものです。人間の一生を左右するほどの力がどう考えてもあった方がいいんじゃないかと思います。まあ言うなれば下水道みたいなもんで、文化国家に上水道があって下水道がないというのはそういうのはないんですから、上だけジャージャー流して下の汚水処理がまるっきりできてないとなるってえと、これは都市計画にも支障をきたすってんで、これはよく考えてもらった方がいいですな。実はあれはあの私が話し家になる前の年に亡くなりました。今考えてみるってどうしてもう一年早く話し家になっておかなかったかと思って残念でしょうがない。話し家になる前はごく真面目だったもんですから、そういうものの存在すら知らなかった。話し家になってみて、ああしまった、一年乗り遅れたってんでもうがっかりしまして、あの吉原ばかりじゃありませんで、この近所ですってとご存知のように新宿は二丁目、あの辺がまたそういう懐かしい里だったそうですな。そうとは知らないで足を踏み込んだことが一度あります。小学校6年生のとちょうど学校への通い道でランドセル背負って、学校で残されたりなんかして帰りは遅くなって帰ってきたもんですから、もうちょうど辺りがそろそろ薄暗くなろうかなという時分でございました。今考えてみるってとあれがその場所だったんですな。ちょっとケバケバしいような感じはしましたけど、この道はあんまり通ったことがないなってんで冒険心も手伝いましてずっと入っていくってと、もう早いうちでは表に、お姉さんが出まして、2人いましたな。1人は椅子に腰掛けて、もう1人が立ち上がって、入り口の柱のところにこう右の手を上に上げました。で体をこういう具合にも、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、そういう姿がまぶたに濃く焼き付いております。でこの立ってる方のお姉さんがよほど退屈だったんでしょう。ぼやぼやぼや、ちょっと寄ってらっしゃいよなんてこう言ってくれたんですな。なんでかわからないからきょとんとしてるってと、座ってる方のお姉さんがよしなさいよ、まだ子供じゃないのなんてなことをその時は分からなかったんですが、確かにそう言った。考えてみるってえと夜ならあの時がチャンスだったんじゃないかと、もう返すがいずも残念でしょうが、ね、こういうところへ昔は方々の町内で競って出かけたなんて、よいやみんな集まってるか、え、いや今そこで聞いてたんだよ、おいおいおい、ちょっと聞いてくれよ、え、いや隣町のやつらな中へ遊びに行ったんだとよ、いやそれ遊ぶな構わねえよ、ただの遊びじゃねえってんだよ、ねえ、ひじり面の長襦袢の引き抜きかなんかでもってわっとお前派手に踊って帰ったってんだな、いやそれだけならまだいいよな、その上なんだ俺たちの音悪く言って帰ったってんだよ、なんで隣町のやつらが俺たちの音悪く言ってって、なんつって悪く言ったんだ
隣町のやつらが来る相談はしみったらとことをしてあって、こんな銭のかかった真似はできめえ、ざまが見やがれかなんか言ってお前大見え切って帰ってったってんだ。ほら嫌がったねおい、そんなこと言ったのよだろおめえ、それこっちは黙って聞いてお前、えいびくわいてるわけやねえな、なんとかお前隣町見返してやろうってんで、なんか面白い思考を考えていこうじゃねえ、おお行こう行こう行こう、俺そういうことになったら黙っちゃいらんねえんだっちゃう、言うてよおい、えこうなったら俺土地でも何でも売っちゃうんだろうな。お威勢がいいな、当たらないだよ、俺は江戸っ子だ。土地売るってのは威勢がいいんだけどよ、おめえが土地持ってるなんて話今まで聞いたことはねえな。なあ、え聞いたことあるかねえだろ、ねえだろ、ほら。ねえよ、あんのかよ。あれよ、当たり前だよ。江戸っ子だ、ほら。いや、そりゃ江戸っ子か知らねえけど、お前。江戸っ子ならみんな土地持ってるってわけじゃねえよ、お前。大概ねえやつばかりだよ。どこにあるの、どこにあるったって、お前、大変だよ、ちゃんとあるんだよ。どのぐらいだ、大変だぞ、お前。だってとも、この、まあ、このくらいかな。ちょいと俺んとこなんてでけんだよ。なんだよ、このくらいってのは。どこにあんだよ。うん、ちゃんとお前、物干しの上上がってんの。それお前、箱庭じゃねえか。あ、そう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 、箱庭。土地だから、俺の。うん。俺はもう箱庭でもなんでも売っちゃうから。江戸っ子だ、ほら。何を言ってやんだ、この野郎。嫌な江戸っ子だよ、お前。まあそのゼニアのことはともかくとしてよ、なんか面白い思考をまず考えようってんで、隣町のやつらを見返してやろうってんだよ。おうたっちゃん、おめえなんか面白い思考ねえかい。面白い思考、そうだな、隣町のやつら何かしじり面の長襦袢の引き抜きだっての。よし、じゃあこっちおめえふんどしの揃いなんてのはどうだい。ふんどし、どんなふんどし締めようってんだよ。うこんもめんかなんか、ね、おうこんもめんてか、あの黄色いやつかよ。じゃあ、あの黄色いふんどしを締めて、みんなでもって押し蹴ってる時に大量節かなんかわーっと踊ろう。いや、そんなんじゃないよ、お前。黄色いふんどし締めてみろ、お前。腹くらってたってわからねえ、わかるよ。よせよ、お前。腹下りの話じゃねえんだよ、今。ねえ、向こうの町内を見返してやろうってんだよ。なあ、うん。おい、玄ちゃん、玄ちゃん、お前なんか面白いしこねえかい。あるよ。あるかい？あるある。うん。じゃあちょっと頼りにしてるでおい。どんな思考だよ。うん、俺のふんどしだよ。なんだよ、そのふんどしはダメだって今そういう話が出たばかり。そうおめえな、頭からふんどしだからってバカにしちゃいけねえや。俺は締めようってのよ、錦のふんどしだ。錦ってあのピカピカ光った、俺だったら安いもんじゃねえよお前。これっぱかりの壺いくらって高えんだよ。いやだからよ、それがお前ちりめんだとかハブタイ、こんなものは真似ができて面白くはねえやな。こっちはお前錦の綺麗なふんどしを締めろってお前、そうなら向こうだってお前女どもはキャーキャー言うだお前。それはまあキャーキャー言うだろうけどね、そのキャーキャーの元になる錦だよ。あれあの安かねえって。だからそんなことはちゃんとお前宣告ご承知で、絶対こっちは心得てんだ。あ、うん、あのな、あの伊勢六の番頭、俺ちょいと心安くしてんだ、あの七夜これが小耳に挟んどいた、幅はこのぐらいで丈は三尺ぐらいあるって、上からこう締めてくってと立派なふんどしに名誉ってやつだ。どうだよ、数が10名あるってんだ、10名。へえ、10名と揃って、それ何かい、ただもんめ、ただ貸してくれんの、ありがてえなおい。いいじゃねえか、これいいよいいよお前、俺立派な見返しになるってやつだな。じゃあ行くね。おお、竹さん、目さん、松さん、恐れ、あそっちの2人もな、あそれから、あタメさん、あおい、10名じゃ足んねえぞ、足りなくねえだろ。誰のが足んねえんだ。与太郎のが足んねえよ、与太郎のが。与太郎、いいやんなもの、あんなものってことねえよお前。町内の付き合いで行くんだからね、かわいそうじゃねえかな。じゃあいい、あいつだけなんかてめえで算段させるかな。うん、おい与太、与太、おい与太、与太、なに、しまらぬ野郎だねこの野郎。今の話聞いたらわっと出かけようっての、聞いた、一回一緒に、行きたいね、行きたいけどさ、あの一度おかみさんに伺ってから、それから行くから。なんだいそのおかみさんに伺うってのは、どこのおかみさんに伺おうってんだい。どこのたって、あたいんどこの、よせよこの野郎、てめえのかかあ捕まえておかみさんに伺うだって。バカだねこの野郎、かかあなんてえのはな、餌あてがって買っときゃそれでいいんだよお前。そんなこと言うけど、うちのおかみさんなんざ怖いよ。怖いか、怖いよ。この前なんてもう怒っちゃったよ。怒ったらもう3日もママも何も食べさせてくれねえんだ。
この節はもう体中傷だらけだ。なんだおい、いろいろ痛めつけられてんだねこいつは。え、うん、じゃあな、あの、分かってんだろ、揃いのことよ。え、おめえだけ三段してこいやな。だからよ、数が1名足んねえんだよな。だから、あの、揃いのこと忘れんなよ。揃いがなくちゃ遊びにならねえんだから。それじゃあ、あの、聞いてくるからさ、みんなあの、ここんとこで待っててくれよ。ごめんください、おかみさん、ごめんください、おかみさん。やんなっちまうね、またこれだよ。自分の家帰ってきたんだろ、ごめんください、おかみさんってのがあるかよ。みっともないの、早く中に入んない、中へ。表へ立って中覗き込まないんだよ、自分の家なんだから。中へ入んなさいっての。入ったら後閉めたらどうなんだよ。何をぐるぐる回ってんだよ、ふんずばりのちん。これじゃ言いたいこと言えなくなっちゃう。え、何だいこの人、気持ち悪いね。また何かあんだろ。え、何が言いたいんだい、言ってごらん。あのね、みんなで行くんだよね。行ってもいい？どこ行こうっての？みんなでもってさ、うわーっつって行ってもいい？だからどこへ行こうっての？町内の、付き合いだっつって、だから若いもんだから、わーって、だからわーってどこへ行こうっての？だから若いもんだからわーっつって吉原行ってもいい？なんだいこの人、吉原？お前さんね、人間並みのこと言ってないよ。お前さん吉原って顔かよ、鬼瓦みたいな顔して。本当にしょうがない。それはまあね、町内の付き合いだってんなら、それ一晩ぐらいなら行ってもいいよ。え、何？揃いがあるって、な、錦の切れのふんどし締める？誰がそんなこと言い出したんだかね。まあつまんない遊びしてんだね、お前さんたちは。買うったって買いやしないよ、そんなもの高いんだから。これっぱかりの切れっぱしで壺いくらってんだよ。ほんとにさ、他のもんじゃダメか、一中ふんどしじゃなんかじゃダメなの。ほんとに困ったね。じゃあいいよいいよ、じゃあお寺行って帰ってきな。坊さんのふんどしってのはあれ錦でできてんのか。錦でできてるわけじゃないけどもね、お寺行くとほら、錦の袈裟ってのあるだろ、あれ借りてくるね。あれをふんどしみたいにこう締めてって、あと使ったらシワ伸ばして返していけばわからないから。これは迷惑だ。それじゃあちょっと行ってくる。ちょっとお待ちよ、ちょっと行ってくるってなんて借りるの。すいません、錦の袈裟をふんどしにしますからって。そんなこと言ったら貸すわけないだろ。向こう行ったら丁寧に頭を下げて、実は今日は折り入ってお願いがあって伺いましたってんだい。私の親戚のせがれに狐がつきまして、カジキといろいろいたしましたが、どうしても落ちません。ある方に伺いますと、ありがたい和尚様の錦の袈裟をかけてやると落ちるってことを伺いました。お大事な品ではございましょうが、人助けでございますからと。ね、人助けってとこに力入れるんだよ。そすら向こうだってしょうがない、人助けとなりゃね、お坊さんだもの貸してくれらね。ああ借り慣れてんな。借り慣れちゃいないよ。いいかい、うまくやるんだよ。お嬢さんこんにちは。おお、なんだこれは誰かと思ったら与太さんか。ああこっちお入り。こんにちは。お嬢さん、ちょっとね、今日は折り入ってお願いがあって来ちゃったんですけどね、うちの親戚の狐にせがれがつきまして。狐にせがれがついた。そら与太さんなんだろう、お前さんいい間違いだ。親戚の息子さんに狐がついたと、こう言いなさい。あ、そう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 、あ、そうですね。それから何て言いますか。お前が言うんだろ。あ、そうです。それであれですね、火事だとか
ぼややなんかどんどん出しちゃったんですね。だけどこれが強情な狐で落ちないんですよ。それでね、何でもある人が言うにはありがたい和尚さんの2匹の毛さをふんどしこう伸ばして、で上からかけると落ちるぞっていうので、借りに来ました。なんか貸してくれ。なんだろう、貸してくれて人がありますか。ああそうかい、人助けとなればしょうがない、貸してあげようかな。はいはい、陳年や、これ陳年。そんなところで居眠りをしていてはな、与太さんに笑われるぞ。これ陳年、袈裟箱を持ってきなさい。 あそこにあるのまとめて持ってきな。あそうだな、うんうん、その3番目の、あこれがいい、これを貸してあげよう。あそうですか、すいません。和尚さんね、こういうんじゃなくて2匹の袈裟を借りたいんです。これが2匹だぞ。これ2匹ですか、こんな小汚い、なんだ小汚いとは。これはわしの寺に13代伝わっておる。代々の住職の経文が染みておるからごくありがたみがある。そういう染みはなくていいんですけどね。そういうありがたみも何にもなくていいんです。ああいいなあれな、あれいいなあ、あれ貸してください。赤いのピカピカ光って。これはな、貸すわけにはいかんのだと申すのが、明日法事に来なさる人の納め物で、明日これをかけておらんとな、どうも具合が悪いでな。だってさ、そんな法事つったって朝早くからやるわけないでしょ。貸してくださいあれ、赤いの、あれいいな。それじゃね、明日の朝のうち持ってきますから貸してくださいね。間違いなく持ってきます。もし持ってこなかったらお出入り止めになってもいいんですから貸してくださいよ。そうか、では間違いのないようにな。大丈夫です、必ず持ってきますから。一晩でいいのか。一晩でいいんですよ、もうそんなに幾晩もいたしにゃ神さんに怒る。 なんだいや、あれあの狐がね、一晩経ったら必ず落ちるぞなんて受けやる。なんだこれ、貸してください。どうもすみません借りてきちゃった。おっかい、借りてきた。早かったじゃないか。どれ開けてこ。あらまあ綺麗だね、ピカ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 、新しいんだねまだ。それ閉めてごらん。いやだからさ、そのふんどしの上からこう閉めにくい、当たり前だよ、もともとそういうできてんじゃないんだからこっち来てごらんや、じれったいね、まあこの人は。はいはいはい、ほらそうそうそう、ほいそら、ほいほら、あらまあよく似合うよなんだか股の間がゴワ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 してる。そら大丈夫やんな、もうね、閉めてるうちには慣れてくるってやつだから。いくら慣れてきたってなんだおか、前へ変な白い輪がぶら下がってるぞそらさ、今朝のこんとこについてる毛沢じゃないか。そら毛沢へついてる時は毛沢かもしんないけど、ふんどしつくとなんていうんだ、ふんわってのか、ふんわってなんだよ大丈夫だよ、踊る自分にはみんな酔ってるから気がつきゃしないよ。なんだい、明日法事があるって。和尚さんがそれを。バカだねこの人は、そんな大事なもの借りてこなくたっていいんだよ。もっと汚いの借りてくれよかっただろ。今から行ったってしょうがない、もう閉めちまったんだ。じゃあいいかい、明日の朝ね、間違いのない早く帰ってこないと大変だよ。お寺しくじるって言うといけないからね。はい、いくら待ったってかわいそうだよお前、こやしねえんだからさ。あいつだけ散弾させやってなお前、それはおめえなんじゃねえかよ。同じ若えもんなん、来た、どこおお、来た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 。おお、なんだよ、変な野郎だな、あいつ。ニコニコ笑ってんのいいけど、また足広げて横に駆け出してきたよ、お前。カニだね、おい。おい、ヨタ、どうしたおい。やってたか。やってた。見てろ、今な。下あたりみんな、こう、湿っぷり見たってことは、てめえのだけだ、見てねえの、おい。見てろ、見てろ。そう？ん？じゃねえ。くれ野郎のが一番物がいいぞ。どこで思考してきやがったんだかな。まあいいや、じゃあ揃ったとこでもって出かけようじゃねえか。これから兼ねてのところへ上がりまして、酔いのうちは芸者上げてどんちゃんさい、ここという潮時を見てさ、おしけにしよう。
相撲人口敷いてもらってみんな裸になって渡らすっぱだかになれやい。うえーってんで一同の者が錦のふんどしで総踊り。さあ驚いたのが女たちで、ちょっと見た。なんてあんな面白いお客さん初めてだった。お腹の皮がよじれちゃった。ちょっとお前さん方なんですよ。そんなみんなでもって笑い転げてねえ、あの方たちの素性が分かってそんなこと言ってんの。素性ってお姉さんあれでしょ、あの皆さんあのお職人。何を言ってんだ。そんなこと言ってるからお前さんなんざまだね、商売の血が浅いから人を見る目がないてのねえ。皆さんお大名じゃありませんか。お大名。そうですよ。普段拝見しようったって見られないものを明日お下帯なんぞになさってんの。お大名の隠れ遊び、みんなご身分のある方ですよ。中でも一番偉いお殿様がいらっしゃる。お前さんなんだ気がつかなかった。あのあれでしょ、あのね太って白い色の。そうじゃないやよ、前白い輪っかぶら下げていたんだ。だってあの人なんだか一番ポーッとしてるわ。ポーッとしてるってのはね、苦労のない方が一番ポーッとする偉い方なんですよ。だってお姉さんあんな輪っかなんぞ前へぶら下げて何にすんの。そらなんですよ、ああいうご身分のある方はお雇用なんぞなさるのに手で持つのは汚いでしょ。あの輪へ引っ掛けてこう釣り上げ、あらまいやだ。そうなの。そういえばそばに草が下がってたわよ。あれは後でこう払います。あらあら、そうなの。まあちっとも知らん。お会い方どうなった。ま紫さん、まあ羨ましい、幸せだよ。うんとお取りもしなくちゃいけないよ。あとあの方の家来なんだから、殿様さえ取り持ちゃあとなんだどうだっていいよってんで、殿様だってんで与太郎はもうバカなモテ方をいたい。あとは家来衆だってんで振られちまった。大一座振られたやつがお越し番なんて。どうしたよ。寝たり立って風情だねお前。来たか女。じゃあ大ちゃん、ここに女いるのかどっかに。女のおの字も姿現さねえよ。かわいそうにな。なんでかわいそうになって。じゃあおめんどく来たのかよ。来たよ。来た。ほんとかよ。いやおい、あのおめんどこ来たか。来ねえだろ。ぐるぐるぐる来たってんの。来たか。ほんとに来たよ。俺がこう寝たふりしてるって言ったよ。スーッと入ってきやって、あらまあこの方よく休んでらっしゃるわねって俺の鼻の頭ちょびっとこうつまんでほんで出てっちゃった。なんでそれっきりか。そう、それっきりだよ。あとまるっきり音沙汰ない。俺はね布団のほころび縫ってた。なんで豆だねこの野郎。こんなとこに来てそんなことしてちゃしょうがない。おい、そっちも来ねえ。そっちもよいしょねえ。だからよ、隣町には来たなんてこともみんな黙って またなんか思考考え直して出直してこようじゃねえかよ。ゲロゲロ。何。一人出てこねえ。誰。ヨタ。あの野郎本当にな、寝るんだか死ぬんだかわからねえんだろ。いやとにかく呼んで聞いてみよう。おい、誰かいねえかよ。おう。どうもお呼びでございますか。そんなおめえお呼びでございますかどうでもいいんだよ。今ケロってんだよな。一人足んねえや。どこだ部屋。どちら様でいらっしゃいますか。どちら様。どちら様ってことなもんじゃねえ。なんかいたろこうふわふわっとよ、世の中をついでに今生きてますと言ったような野郎が。あの殿様ですか。殿様。あのやろポーッとして殿様かなんか言われてるよ。どこだいその殿様よ。御前様はまだ御品っておいでになりますから。何、御品うもへ品うもあるかおめえ。どこだ部屋。あそこの突き当たり。いい俺が届くからちょっと届けよ。おはよう、あげるよ。ちょっと札が下がって紫さんだね。ありがとうございます。おる。何だよ一人で寝るのに何も屏風なんぞ枕へ立てますことはねえんだよ。よいしょ、なんだここへこうやって寝るもんだと思って。だい
いるぞ女が。本当かよ。どうなっちゃった。ああ本当だよこの野郎。あこんちしょう。やいやい。おれこの野郎。もう一枚出るこんちしょう。今年はカボチャが当たったねおい。こいつんとこだけ女来てるっての。やいカボチャ。はあ、皆さんおはようございます。なんだいどっかで聞いたような口調だねおい。おはやかねえよ、おめえだけだぞ寝てんのはよ。さっさと起きろよ。起きようとは思ってんだけどさ、おいらんが起こさないよ。御前様はまだお時間がおはようございますから、もう少々消しなってあそばしバシ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 何をバシバシバシって言ってんだおい。おい相方もそうだよ。いつも寝かしといちゃしょうがないわ。みんな起きちまってんだ。さっさと叩きをしましょうね。早く起こしてくれよ。うるさいねこの人たちは。なんですね午前の枕元で。プレーモン家来ども一同下がれ。なんだこの家来どもって。何が家来ども。ダメだよ威張ったって。お前さんなんざわがないだろ。ざわ見ろ。わなし野郎。わなし野郎。おら銭なし野郎ってのは聞いたことある。なんだいこのわなし野郎って。そういやこんちょ変な白いわ前にぶら下げて踊ってやったよ。モテるマジネーかなんかしてやったんだろ。おいみんなケロじゃねえか。ダメだよもう帰っちゃっちゃ。おいらもう起きるよ。いいえ主はどうしても今朝は帰しません。今朝は帰じゃねえ。そりゃ大変だ。お寺しくじっちゃう。